バイエルはヘルスケアと農業関連の領域を中核事業とするライフサイエンス企業です。すべての人に健康を、飢餓をゼロにというビジョンを掲げ、全力で取り組んでいます。バイエルの歴史を振り返ると、1863年8月、ドイツブッバータールにフリードリヒ・バイエル社を設立したことから始まります。1888年には医薬品部門が創設され、科学者たちが数々の先駆的な発見をします。1897年、フェリックス・ホフマンがアスピリンの有効成分を純粋かつ安定した形で合成することに初めて成功。その後アスピリンは世界中に解熱・鎮痛薬として広がっていきます。1900年頃にはアスピリンが日本に上陸、ドイツでの発売と同時期に日本に伝わっています。1911年、ドイツの化学企業として初の日本法人となるフリードリヒ・バイエル合名会社を設立。バイエルは100年以上にわたり医療機関に必要な医薬品の情報を届け続けています。その後、戦後のバイエルの医薬品の輸入再開を経て、1973年にはバイエル薬品株式会社が本格的な医薬品メーカーとして歴史的な第一歩を踏み出します。1978年には滋賀工場が創立、翌年より包装工場として生産を開始しました。1995年にはバイエルの医薬品を市場に安定的にお届けすることのできる生産体制を確立しました。日本向けの製剤設計を行う研究室も備えており、患者さんのさまざまなニーズを満たす製品作りに取り組んでいます。バイエルは次世代の治療法を推進する3つのプラットフォームを展開し、患者さんのための治療に変革をもたらすイノベーションに投資を続けています。1つ目は自社の研究開発、特にアンメットメディカルニーズが高い病気に注力しています。日本において2017年からの5年間に7件の革新的な新製品の承認を取得し、および8件の新たな適用や用法用量の追加などの承認を取得しました。2つ目は研究協力による外部イノベーションの活用。ドイツバイエル社では医療や農業における今日の課題解決に向けた投資をリードしており、2015年以降これまで7年間での投資先は50社以上、投資額は13億ユーロ以上にも及びます。3つ目は新規化合物や細胞遺伝子治療分野への投資。細胞遺伝子治療開発のプラットフォームを構築し、治療が困難とされている領域におけるパイプラインの充実を図っています。これらは今後長年にわたりバイエルの成長の原動力となります。バイエルはデジタル技術を活用したソリューションプロバイダーとして、革新的な医薬品とともに医療の現場と患者さんの生活に変革をもたらしています。画像診断領域では造影剤、造影剤自動注入器、線量管理システムのほか、 AI を用いた画像診断支援ソフトウェアを提供しています。医師の効率的な意思決定を支援する各種 AI アプリケーションの提供から、デジタルプラットフォームの開発にも取り組んでいます。サステナビリティはバイエルのビジネス戦略の重要な要素となっています。温室効果ガス排出量の削減目標設定など、環境負荷の削減にとどまらず、低中所得国における小規模農家の支援、セルフケアへのアクセス拡大、女性に対する現代的な避妊法の提供に取り組んでおり、2030年までにそれぞれ1億人を目標として掲げています。日本においても健康や食料、ジェンダー平等、気候変動などに関連する活動を多様なステークホルダーと共同しながら推進しています。疾患啓発活動にも注力しており、患者団体、自治体などのコミュニティと協力しながら活動を進めています。
例えば高校生向けに女性の健康をテーマとした教育プログラム輝きスクールを展開し、ライフプランを見据えた包括的な健康教育を提供しています。これまでに延べ5万8000人もの学生に受講していただいています。循環器領域では北海道庁や横浜市と連携協定を締結し、脳卒中、心筋梗塞などの循環器病や生活習慣病の啓発活動に取り組み、心臓リハビリテーションの普及に努めています。これらの取り組みが私たちのビジョンの実現、持続可能な開発目標 SDGs の達成に大きく貢献すると考えています。バイエル薬品。